皆さんこんにちは。これからですね、公開討論会の方を始めさせていただきたいと思います。テーマの方はですね、皆さんの資料の方にも書かれていると思いますけれども、大きく分けまして6つのテーマに関しまして、これからご参加の立候補予定者の方にそれぞれの思いや政策をお話ししていただきたいというふうに思っています。まず1番目のテーマですけれども、自己紹介、それからこれから日本が進むべき方向性についてというテーマでお話をしていただきたいと思います。それから2つ目ですけれども、景気雇用の問題についてお話をしていただきたいと思います。それから3つ目ですけれども、TPP 環太平洋戦略的経済連携協定についてお話をしていただきたいと思います。それから4番目、子育て支援の問題についてお話しいただきたいと思っております。それから5番目、憲法改正についてお考えをお話しいただきたいというふうに思っております。それから6番目、最後のテーマですけれども、領土、領海、安全保障についてお考えを述べていただきたいと思っております。テーマはこの6つでございまして、一番最後にまたそれぞれの方にお時間を作りまして、最後に訴えたいことをですねお話ししていただくというふうなことで進めていきたいと思っております。それぞれの方のですねご発言の時間は、1番目の自己紹介、これから国が進むべき方向性については4分間お話をしますけれども、お話をしていただきますが、それ以外のテーマは各人3分でですねお考えの方をお話しいただきたいというふうに思っています。それからお話をしていただく順番ですけれども、一番最初にはですね、この私に一番近い畑野里奈さんからスタートして、畑野さん、石田さん、工藤さん、吉俣さん、平山さんの順番でお話をしていただきます。次の2番目のテーマに関しましては、私のところから2番目に座られている石田さんからお話をしていただいて、石田さん、工藤さん、吉俣さん、平山さん、畑野さんというふうなことで、お話をしていただくというふうな順番で、一つのテーマごとにお話しする順番がですね一つずつずれていくような形で、お話をしていただきたいと思います。それから、今回都合がつかなくてですね、政権与党自民党の立候補予定者の方がご参加していただけないことになりまして、自民党の方は先週ですね、政権公約を発表しています。皆さんがですね聞いていてですね、多分自民党の政権公約がどういうものなのかというふうな話をですねご理解した上で、それぞれの5人の方のですね立ち位置などを比べながら聞いていただいた方がよろしいかと思いまして、私の方でそれぞれの最初のところでですね、自民党が政権公約で掲げているそれぞれのテーマに対する立ち位置といいますか、公約の記載されている内容を少しご説明していただいた後に、それぞれの方からご自身の考えをお話ししていただくというふうな形で進めていきたいというふうに思います。それではですね、早速1番目のテーマからお話をしていただきたいと思います。1番目のテーマは、自己紹介並びにこれから国が進むべき方向性についてということで、ここだけそれぞれ4分間でお話をしていただきたいと思います。それではまず畑野さん、よろしくお願いいたします。畑野里奈です。今日はよろしくお願いいたします。座らせていただきます。この度、みんなの党を青森県に立ち上げました。私はもともとは青森県内の民放の放送局のアナウンサーをしていました。またそこを退職した後にフリーアナウンサーとして活動する傍ら、年金などお金に関する生活設計のアドバイスをするファイナンシャルプランナーという仕事もしてきました。でその際、私が政治を目指すきっかけにもつながる話なんですけれども、年金などお金に関するその生活設計のアドバイスをする中で、もうこれからは年金はこれだけしかもらえませんと、だから自分たちでなんとか生活をしなければいけません、そのお助けマンとして私たちのようなファイナンシャルプランナーがいますというような、そういう仕事をしてきました。そして、その中でですね、非常に老後に不安を持つ方々、年金だけで生計を立てる
方々が老後に不安を持っていらっしゃるということを本当に強く感じました。で、年金のみで生計立てる方々も不安なく老後暮らせるようにしたい、そう思いまして、政治の世界を目指すようになりました。またちょうど、その頃ですね、今のみんなの党の政調会長でもあります浅尾慶一郎という、氏と一緒にですね、ラジオの番組を、担当させていただいたこともありまして、政治、その当時はですね、民主党の政権前の思いというような部分を毎週聞いていたわけなんですけれども、政治の世界に、こんな思いで今の世の中変えていこうとする人がいるんだなという中でですね、非常に、政治の世界に関心を持つようになりまして、で、私は政治の世界を目指すようになりました。で、そこで、3年前のですね、2011年参議院議員選挙の前に、民主党で公募していたんですね、働く政治家募集ということで、公募しておりましたので、私自らその公募に応募しまして、青森選挙区を、希望しまして、で、戦わせていただきました。その時は23万票近くいただきまして、地点になったんですけれども、その次の日から、県内全域を自分の足で、あっという間に終わってしまった3ヶ月の選挙だったんですね、自分の足で歩けたという気もしないまま終わってしまった選挙でした。なので、その選挙の次の日からもう県内全域自分の足で歩いて、地域の実情をもっと自分の足で聞いて歩かないといけないな、そういう思いでこの3年間、活動してきました。その3年間は、党の民主党の役職というようなものを、いただいているわけでもなく、一波多の里奈として、去年の12月まで、活動をしておりました。で、私はその3年間の、活動を通して青森県内、本当に各地を歩いて、ですね、なんとか国会に行って地域の皆さんの、思いに応えたいと思ってきました。しかしこの3年間を通して非常に、疑問に思うようになりました。本来でしたら政治は地域のために、国のためにやらなきゃいけない、それが一部の支援者のための政治をしなきゃいけない、選挙の時にどこの推薦をもらう、このことばかりに力を注ぐ政党候補者、そんな中で当選した後も、いろいろな団体に気を使いながら、政治を行わなきゃいけない、そういうのを目の当たりにしまして、それとは真っ向からスタンスの違うみんなの党を立ち上げることにいたしました。時間の計算ができなくて終わってしまいました。また後で追加で話します。はい、波多野さん、ありがとうございました。続きまして石田さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、幸福実現党の石田明宏です。青森県平川市旧尾上町猿科の出身生まれでございます。どうかよろしくお願い申し上げます。まず最初に、私がなぜ政治を志して今あるのかについて述べさせていただきます。私は前職も含めて長らく宗教に携わってまいりました。私の原点は何かと申し上げますと、お一人お一人が幸福になっていただきたいって、そのためのお手伝いを何とかさせていただきたいと、このようにずっとずっと考えてまいりました。そこで、では幸福になるためにはどんなことがあるのかと考えたときに、2つやはりテーマがあると思います。1つは内面の幸福ですよね。心の安らぎとか、心が本当に救われるとか、心を変えることによって自分自身が幸福になっていくと、このような内面の幸福っていうものがあると思います。そしてもう1つが、これまたとっても大事なんですけれども、外面的なものとしましてはですね、国の在り方とか制度とか仕組みとか、こういうものを通しまして幸福を享受できると、このような形の2つの幸福というふうなものの観点があると思います。そこで私はこれまでたくさんの方々に会って
お話を聞いてまいりました。そうしたところがあまりにもですね、悩んでいる方が多いんですよね。困っている方がとっても多いんですよ。実際政治がもう少し良かったら、仕組みがもう少し良かったら、もっともっとたくさんの方が本当に幸福になるのになって思う機会がたびたびありました。実際私自身も家庭において子育てにおいて現実問題、ここに突き当たりました。ですからこそ、この幸福の実現のためには一点、内面の幸福とともに世を変える、そのようなことを通しまして幸福の実現をしたいと、強い強い願いがそこから私は出てまいりました。そこでもって、では国が進めるべき方向ということを考えたときに、やっぱり何があるかと申し上げますと、私はこの原点があると思います。幸福の実現です。お一人お一人が本当にこの国に生まれてきてよかったと、この青森県に生まれてよかったと言えるような社会をぜひとも作りたいと、このように私は考えておりますし、その方向に国の仕組みはあるべきだと考えております。そのための具体的な考え方は何かと申し上げますと、2つあると思います。それは自由と繁栄、この2つがキーワードになると思います。一人一人が束縛されない、本当に自由を勝ち取っていく、それは今でもそうですよね。他国からの侵略と今考えられます。私は絶対このような国にあってはならないと思いますし、また大増税でもって各人の自由が束縛されます。ですからここと戦っていかなきゃいけないと思います。そして政治家がしっかりと責任を果たす、つまりは努力した人が報われる社会を作っていかなければいけないと思います。そのような公平な社会を作ることこそが未来社会、国が進むべき方向だと私は考えております。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして工藤さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。無所属で出馬を予定しております工藤新と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は昭和28年11月19日の生まれの59歳でございます。青森県農協中央会会長、昨年の6月まで5年間、その前は津軽弘月農協代表理事組合長4年間、その前は弘前市農業協同組合代表理事組合長2年間、まあ農協役員18年を務めさせていただきました。弘前市鬼沢岩木さんの麓でございます。リンゴ園を5ヘクタール、田んぼは 1.6 ヘクタールを今でも営んでおります。家族は母、妻、娘、三女の娘、孫、愛犬のグビ、5人と1匹の家族でございます。地元鬼奈良営農組合、県の特定農業法人第1号に認定されました営農組合の役員を20年以上務めておりまして、生産現場、流通、販売と長年農産物のいわゆる現場から販売まで携わってきております。今一次産業界、とりわけ農業に関しては高齢化、後継者不足ということをしばし言われております。私も組合長会長時代にどうやってこれを改善し、安心した生産現場を構築できるのかというようなことを随分こう言われ、自分なりにこう悩んできております。その中で何といっても一番自然との戦いでございますので、所得の不安定さというのが一番のこのネックになってきておりました。当然さまざまな国の制度、仕組みの中でその所得を補うというようなことをお願いしながら進んできたわけでございますけれども、
なかなか一時的なものはあったとしても、継続的な仕組み制度までは走っていない。この状況で、あるいはなかなか後継者は育たない。よって、私は今回、いわゆるその前年ですか、所得補償制度、家事経営安定制度、対策制度、こういうふうな直接支払いの制度というふうなのがありまして、何としてもそういうふうな制度をより充実する、そして、法制化することによって後継者が育つ、そのことによって食料の安全保障がなされる、こう強く思ってございます。国の自給率は 100% を目指す、このことが正解であろうと思っております。ありがとうございました。続きまして吉又さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本共産党の吉又陽です。今日の公開討論会の主催をされた皆さん、参加いただいた皆さん、そして壇上に並んでいただいたすべての皆さんに心からお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。私は2009年の衆議院選挙に出馬して以来、さまざま戦ってきたわけですが、大切にしてきたことがあります。それは党派を超えた対話と共同を広げるということです。共産党とは距離のある方々、もしくは私たちが距離を作ってきた方々とも、のところにも足を運んでですね、いろんなお話を聞いてきました。で、今実感しているのは、一方では安倍自公政権が、好き勝手な横暴をやっている、これ日本の将来本当に考えているんだろうかと危ういんじゃないかという気持ちがいろいろ寄せられます。で、もう一方で二大政党とか第三極とか随分もてはやされましたが、それぞれが自民党の補完勢力に、成り下がった結果、筋を通してぶれない共産党頑張れ、こういう声が、党派を超えて寄せられます。いわば自共対決の様相を呈しており、自民党政治ですね、大企業中心、アメリカへいなり、歴史逆行という、この政治の歪みを正すところにこそ日本の今後取るべき道がある、このことをまず訴えたいと思うんです。で、同時にもう一つ努力してきたのは、県民各層、とりわけ若い世代の方々の声をよく聞き、一緒になって運動していくということを、大事にしてきました。特に原発の問題は今大きな運動になっています。で、これは政治へのスタンスが問われる大問題です。で、安倍首相の原発問題の暴走はちょっとひどいですね。再稼働や輸出や新設までするっていうわけですよ。で、安倍首相というのはどういう人かというと、事故の前に総理大臣の時に、福島の事故の危険性ありますよと私たち指摘してもそれを無視し、事故の危険性を予見できる立場にありながら、危険性を警告する声を無視し、安全だ大丈夫だと言ったのは安倍さん自身です。で、その人が今事故の後に総理大臣をやっている。事故は収束どころかますます危険なに直面しています。汚染水なんかで危険に直面しているわけですね。収束どころではない。その時に再稼働とか新設とか輸出とか、そんな手間とお金があるならば、事故の収束と廃炉にこそ全力を注ぐべきなんです。青森には原子力発電所に関わる原発問題に関わる3つの問題が直面しています。第1に東通原発の再稼働をどうするか、第2に大間原発が建設しているわけですから、これを含めた新設計画があります。3つ目に6カ所再処理工場、むつ市の中間貯蔵施設など核燃サイクル施設の基地になっている。で、この3つにどういう態度を取るのかは、青森の政治家すべてに問われる問題です。私は全国の今2つしか原発動いていませんから、大井原発の2つの原発を止めて、すべての原発を廃炉のプロセスに決断させる、青森県の3つに抱える問題は全部にノーを突きつける、この姿勢で頑張り抜きます。私はなので、その県民の皆さんと一緒にですね、
特に若い人たちと大間原発反対集会や毎週の駅前の金曜行動に取り組んできました。でこのスタンスで引き続き頑張って大いに努力したいということです。ありがとうございました。続きまして最後平山さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。参議院議員の平山浩二です。昭和44年11月9日生まれ、現在43歳です。3人の子供を育てながら、家族5人、日本そして青森県に全力で取り組んでまいりました。どうぞよろしくお願いをいたします。それでは自己紹介ということで、まず国会での活動について皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。私は参議院の予算委員会、皆さんも NHK の全国放送テレビ入りで何度となく、安倍総理とこれまで議論をさせていただきました。そしてまた農林水産委員会にも所属をしております。青森県は基幹産業が農林漁業でございまして、私自身も農業高校の出身ですので、農林水産委員会に所属をして、これまでたくさん議論をしてまいりました。そして、建設省にも勤めておりましたので、国土交通委員会、観光やインフラについて、これまで国会で除排雪の対策も含めて、議論をしてまいりました。そしてまた東日本大震災の際は与党の災害対策特別委員会の筆頭理事として震災の復旧復興、そしてまた災害基本法、復興基本法の制定など全身全霊で取り組んできたという経緯がございます。まずこれが国会での活動でございまして、自己紹介にさせていただきます。続きまして、これから国が進むべき方向性ということですので、私の日本そして青森県のビジョンというものを皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。パネルを分かりやすいようにちょっと用意させていただきました。皆様にご提示いたします。キャッチフレーズはですね、青森県を守り未来を創造、そして地方を切り捨て格差社会は絶対に許さないという考えのもとにですね、平山浩二、2つの柱と6つの政策を提案させていただきます。主要政策でございます。まず1つ目の柱、TPP、失礼いたしました。1つ目の柱は青森県を守るというものでございまして、大きく3つございます。まずは1つ目に TPP 断固阻止、これまでも国会で青森県選出の中では国会で唯一断固阻止を掲げて議論をしてまいりました。皆さんもご承知だと思います。これは3つ目の TPP の話でありますので、詳細は後ほどお話しさせていただきます。そして2つ目に、消費税増税撤回と、景気経済状況が厳しい中で撤回する。3つ目、冬の除排雪対策、これまでも取り組んでまいりました。これが青森県を守る1つ目の柱でございます。2つ目、未来を創造、3つあります。地域主権の確立、そして経済雇用活性化、少子高齢化対策、この3つの柱を持って、未来を創造していくという考えを持っております。青森県を守り未来を創造ということで、この中身に関してはこの後の議論で、皆さんにお伝えをさせていただきたいと思います。以上であります。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、テーマを変えて、次のテーマで、それぞれの皆さんのご意見、政策をお話ししていただきたいと思います。次のテーマはですね、景気雇用の問題についてです。先週20日に出ました自民党のですね、政権公約の中では、この景気雇用問題に関しまして、政権発足から半年、大胆で次元の違う経済政策、
三本の矢によって日本を覆っていた暗く重い空気は一変しましたというふうに書かれています。まあ、いわゆるアベノミクスっていうやつだと思います。まあ、その3本の矢といいますのは、まあ1つ目が大胆な金融政策、それから2つ目が機動的な財政政策、それから3番目が民間投資を喚起する成長戦略、この3本の矢で10年後に国民総所得を150万円増やしますというふうなことがなどが、この辺の分野のところでは自民党の公約の中に掲げられていることでございます。それではそれぞれの皆さんのお考えですとか政策をお話しいただきたいと思います。順番は一つ進みまして石田様の方からよろしくお願いいたします。はい、それではテーマの2番目お話をさせていただきます。雇用問題に関しましては2つ必要かと思います。1つが消費増税の中止と2つ目が未来産業への投資と、この2つでもって、雇用、景気の方の対策できると私は考えております。今アビノミクスの話がありましたけれども、父の日を前に、まあ贈り物に関しましてインターネットで調査したところですね、予算を増やそうと考えている方々が全体の 21.7% に上って、実際県内のお店でもですね、少し高めの商品が売れていたと、6月15日報道されていました。消費意欲が上がってきていい傾向だなと私は考えております。実際私も嬉しいことに息子2人からプレゼントいただきました。とってもありがたいですよね。この調子でいけばこの調子で推移していきますと徐々に景気も良くなっていくと考えておりますけれども、そしてまた市中にお金が回ることによって企業も元気になって結果雇用も増えて、一人一人のそのお財布も豊かになっていくとこのように考えておりますけれども、アベノミクスの第4の矢、これが問題だと私は考えております。財政健全化ですね、これイコール増税でございますので、この景気が今まだこれからという時にこの増税しますと途端に腰折れしてしまいますので、ここは何としても防いでいきたいと考えております。アビノミクスの根本にあるものは実は幸福実現党の政策そのものであります。2009年から一貫して訴えています。これに関しまして私たちは自信を持っております。ですけれどもこの4番目、ここが一番の問題です。今は大減税を行ってもっともっと投資効果を高めていく、これが必要だと思います。では具体的に未来産業とはどんなものがあるかと申し上げますと、一つには航空宇宙産業、ロボット産業、新エネルギー産業、または海洋開発、バイオによる食料増産など、このようなものに対して集中的な投資、これが今最も大事だと思います。要は未来産業、新しい産業、基幹産業、どのように作っていくのか、そしてまた育てていくのか、これが未来を決めてまいりと思います。そして今この青森県においても新しい産業をどん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 作っていく必要があると思います。現実問題としましては一次産業の6次産業化、またはエネルギー産業、このようなものが非常に効果的にこの青森県は、作っていけると思いますので、このように未来の、世界の問題としましての食料危機とそれからエネルギー危機に関しまして青森県からしっかりとここを押さえて広げていきたいと私は考えております。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして工藤さん、よろしくお願いいたします。はい、まあ、もう今もありましたけども、アベノミクスで青森県というのはそんなに恩恵を受けている人はいないのかなと、私の近くにもそんなにもがったもがったと喜んでいる人はあまり耳にしません。まあ、仕事柄どうしてもそっち方向行くんですけども、青森県は作るのはうまいけど売るのが下手だ、これはだいぶ前から言われております。今あったようにここがこの6次産業化の大切だということを実感しております。私は今地元でカットリンゴというふうなものを作っております。仲間と一緒に、これはリンゴを切っても色が変わらない、そしてさまざまなサイズにできることによって学校給食やら病院給食、いろんな施設の方々に安心して食べてもらえるようなものを作っている、これをよりこう充実していこうかなというふうなことでございます。生産者が自ら加工、流通、販売というような形で作り上げ、そこに付加価値、消費者に安心して食べてもらえる、そこに生産現場に活力が生まれ、さらに流通加工の中で雇用が発生いたします。結果として関連企業がさまざまな形で生まれます。これが
私は具体的に我々の中での経済効果、経済対策になると思っております。またやはり我々エネルギーが絶対必要だとこう考えております。岩木山のふもとには大量の沢なり水があります。この水をうまくエネルギーに変えられないのか、いわゆる電力に変えられないのか、これを今調査研究しているところでございます。このように我々自然なものをしっかりと安心して作る体制、そして安心して食べてもらえる、ここに雇用、経済環境の発展があるとこう思っております。以上です。ありがとうございました。続きまして吉又さん、よろしくお願いいたします。アベノミクスは持ち上げられ続けてきましたが、ここに来て限界に直面しています。上がったはずの株は下がり、乱高下が繰り返され、振り返ってみれば金持ちだけが儲けて、普通の人は負担増、物価増だけが襲ってくる。アベノミクスが放った矢は毒矢だったということが明らかになりました。実際ちょっとグラフを持ってきたんですが、見にくくて申し訳ないんですが、この上の方を見ていただきたいんです。これは政府の調査ですが、昨年の5月から、これはこっちの棒グラフが、所得ですけどね、基本給ですが、前年度はずっと下がってるんです。賃金下がってるんです、前年度で。これが、12月3月の合計では14,856円にもなると。で、同時にこのグラフは物価上昇はぐっと書いてます。で、物価だけ上がってるんですね。中小企業への銀行からの貸し出しも増えず、三大メガバンクの中小企業への貸し出しは史上最低です。設備投資も増えていません。で、こういう中小企業賃金設備投資、ここに回らない、政府が投機とバブルを後押しする危うい邪道な経済政策はやめるべきです。じゃあどこに道があるのかと私は提案します。ズバリ国民の所得を増やすところにこそ景気回復の本物の道があります。消費税増税やめること、雇用安定させること、働くルール作ってですね、賃金上げること、社会保障を充実させること、農業を守り、中小企業を振興し、自然エネルギーの爆発的普及を図ることなどなど、国民の所得を増やすということにあります。よく、企業業績が良くなればそのうち賃金上がりますよという人がいるんですが、そんな事実は日本にはありません。ここにグラフを持ってきました。これ申し訳ないです、見にくくて。こちらなんですが、この間企業業績は上がってきました。同時に賃金は下がってます。増えているのは内部留保だけなんですね。で、内部留保というのは、余剰資金になっている。持っている大企業だって使い道が分からなくて困ってるそうです。で、この一部、ほんの一部を使えば、例えば 1% で大企業の8割は1万円以上の賃上げが可能です。非正規で言えば100円以上の時給ですね、100円以上の賃上げが可能です。で、この日本共産党がこの資産を示して国会で質問したらですね、ちょっと動き始めました。安倍首相や麻生副総裁、国会で答弁立つんですね。で、麻生さん出てきて、なんていうか、麻生って言うんじゃないんですよ。ちゃんと共産党の言うことその通りですと、条件あります、内部留保使えます、動き始めました。まだほんの一部ですが頑張りたいと思います。賃金上げて所得を増やし、内需向上で景気回復へと頑張ります。ありがとうございました。続きまして平山さん、よろしくお願いいたします。はい、景気雇用問題についてということで、私の方から3点お伝えをさせていただきます。やはりこれもパネルでご説明させていただきます。まずアベノミクスの問題点、1点目にお話しします。2点目に再生可能エネルギー産業と農林漁業の推進、積極推進により雇用を拡大していくという考えです。そして3つ目に、霞が関から権限と財源の移譲をして、より特色ある地域活性化をしていこうという、この3つでございます。まず1番目のアベノミクスの問題点、今までもお話ありました、金融、財政、成長戦略で、自民党さんでは世の中の空気が一変したとこう言っているわけでありますが、一変したのは強い者が勝ち残ればいいという富裕層のみの政策でありまして、我々青森県民にとっては生活費は増、
収入は減という地方切り捨ての政策が加速をしている、より厳しい状況に一変したということだと理解をしております。その中で来年の4月からこれだけ経済状況が厳しい中で消費税を増税しようというのは、これは青森県としては全く受け入れられません。よって平山浩司、先ほども青森県を守るというところで政策で掲げております消費税増税はまず撤回をするということです。2つ目に再生可能エネルギー産業と農林漁業の積極推進による雇用の拡大、これまで青森県としては原子力政策を国策として進めてきた、協力をしてきた歴史的経緯がございます。それを踏まえて、福島の原発事故を受けてですね、再生可能エネルギーを青森県が積極推進していくということが極めて重要であります。これは青森県が研究開発をして再生可能エネルギーを日本国内のみならず世界に発信していく、それによって雇用を拡大するということを考えております。同時に基幹産業であります農林漁業、これは6次産業化をさらに推進をして、先ほどありました自給率も高める、この積極推進で雇用を拡大する。3つ目の霞ヶ関からの権限と財源の移譲、莫大な権力が霞ヶ関にはあります。これを地方に移管することによって特色ある地域づくりができると、地域が地域で決められる、地域が主体性を持った地域活性化政策を実現することで景気を地域を良くすると、雇用問題を解決すると、このように考えております。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、最後になります、畑野さん、よろしくお願いいたします。マイクの方すみません。先ほどの話、1問目の話にもちょっと、私つながる、問題なんですけれども、まずみんなの党というのはしがらみのない立場で、あらゆる分野の改革を行っていくことができます。私はあらゆる分野の市場開放と、規制の改革を行って、雇用を創出しそれを拡大していきます。青森県において本当にこの雇用の問題、非常に、重い問題だと思っております。そこでこのまだまだ、できる、規制の改革できる分野があります。ここに早急に力を注いでいく、このことで新たな分野の産業が生まれて、で雇用が生まれるというふうに思っております。この規制改革の良い例を挙げますと、例えば電話の料金です。皆さんも覚えていらっしゃると思いますけれども、以前は青森県と東京のような遠距離の電話の料金、これものすごく高かったこと皆さん覚えていらっしゃると思います。これを NTT の通信回線の開放、また民間事業者の参入によって、自由競争の原理により電話料金が格段に下がりました。そして、この民間企業の参入によって雇用が爆発的に伸びました。今では青森県においてもかなりの方々がこの電話に関わる仕事に携わっていらっしゃいます。こういった、雇用創出の効果がこの、規制改革あります。私はですね、これを電力とか医療とか農業とかまだまだ、やれる可能性のある分野があるというふうに考えています。例えば電力の自由化です。発電、送電、配電というものを同じ会社が地域独占の下で行う、こういう仕組みでは発展性がありません。発送電分離はもとより送電網という、ところに誰もが自由にアクセスできる、そういう規制改革を行うことによって今はないサービスが生まれますし、新たな雇用が爆発的に伸びると思っております。また規制改革を進めて、青森県は特にベンチャー企業がなかなか誕生しにくいと言われているんですけれども、こういう新たな分野でベンチャービジネスの参画とか企業に対する強い後押し、若者がどんどん参入していけるように強い後押しをしていきたいというふうに思っています。
こういう改革には絶対にいろいろな抵抗があります。しかし、みんなの党というのは選挙の時に特定の団体の推薦に頼らないで選挙を戦うので、こういった、既得権益の壁を打破して規制改革を行っていくことができます。しがらみないみんなの党で本気の、改革を行っていきます。雇用を爆発的に増やします。はい、ありがとうございました。続きまして、テーマを変えたいと思います。次のテーマはですね、TPP 環太平洋戦略的経済連携協定についてです。TPP といいますのは関税を撤廃していきましょうというふうなことですとか、各国で違っていますさまざまなルールや仕組みを統一していきましょうというふうなことで、まあ農業もそうですけれども、さまざまな分野がですね、対象になる非常に大きな問題です。自民党の参議院選挙の選挙公約の中ではですね、国益にかなう経済連携ということで、TPP などの経済連携交渉は交渉力を駆使し、守るべきものは守り、攻めるべきものは攻めることにより国益にかなう最善の道を追求しますというふうな記述があります。それからこの守るべきものとして具体的に挙げられているのが、農業の分野の重要5品目、お米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、それからサトウキビなどの甘味資源作物、この5品目は守りますと。それから国民皆保険制度という医療制度も守っていきますというふうなことなどが記入されております。それではですね、順番一つずれまして、工藤さんからよろしくお願いいたします。はい、私はもう断固反対でございます。まあ、会長現役時代にその突然 TPP という名前が出てきました。まあ、これは絶対反対、阻止しなければいけないと。ただこれは我々農業者が農業者の利益を守るため、既得権を守るためというのではありません。私は先ほども申しましたとおり、国内の食料の安全保障、これを確立することが日本国内の食料をしっかり守ること、国内で作ること、これが第一であろうと。それを阻害するのがこの TPP に参加加入することだと思っております。今あのコーディネーターの方からいろいろあったんですけれども、本当にそれ、約束できるの、もしそれが叶わなかったら脱退するのというようなところまでは明言していません。今日もしていません。まあ、この辺が非常に私はあの心配です。まあ、今あの大企業があの農業に参入するというようなことも言われております。規制をかませと言われておりますけれども、大企業というのは自分たちの入るのは入りますけれども、ダメになったら利益が見込めない、そう思ったらすぐ撤退してしまいます。今あの周りを見ると、よりその辺のチェーン店開店はしたけれども、少ししたらもう閉店している。あれがいい例だと思うんですよ。私の地元広崎の建設会社も参入することでキノコ栽培に入ったんです。そこが一遍二度失敗したらすぐやめてしまいました。ここが我々農業者と違う。農業やつのは常に命をかけてやってるんです。絶対にダメです。そして非関税消費、今我々が厳しいルールの中で作っております。それは何といっても皆さん方に安全なものを食べてもらいたい、この思いです。これがいわゆるその非関税消費というふうな部分でくると、遺伝子を組み替えた食料品、これが入るやもしれません。無表示のままに、また加工された形で入ってくるやもしれません。こういうふうな危険なものが国内に堂々と流通する、これでは日本人の健康維持は叶いません。なんといっても日本人の食料というのは、日本の農家が、農業者が真心と丹精を込め、そして安全なもの、そして安定的に供給する体制、これが私は基本だと思っております。よって断固断固この TPP には反対です。ありがとうございました。続きまして吉本さん、よろしくお願いいたします。はい、 TPP には反対です。まあ、食と農、雇用と地域経済に大打撃を与える亡国の道であり、絶対やるべきではありません。で、私二重のごまかしをしながら今進められていることを警告したいと思うんです。第一に公約破りです。ここにじゃん、自民党のポスターを持ってきました。衆議院選挙の時のポスターです。
嘘つかない、TPP 断固反対、ぶれない、これが自民党の公約だったわけです。青森県の自民党はマニフェストでわざわざご丁寧に4文字、断固反対、これが自民党の公約でした。これを裏切った。この裏切りを覆い隠すようにもう一つのごまかしが最近言われています。それが、守るべきものは守るという話です。しかし実際の交渉の経過はどうでしょう。ここに2月の22日日米共同声明文書を持ってきました。安倍首相はこれをもってセンシティブは確認されたと、6項目は大丈夫だと言うんですが、この文書にはこう書いています。二国間貿易上のセンシティブが存在することは認識しつつ、認識はするけどあとは知りませんよというのがこの文章なんです。日米で合意したのはここが大事なんじゃなくて、その上こう書いてます。 TPP のアウトラインにおいて示された包括的で高い水準の協定を達成していくことになることを確認する、これが肝なんです。 TPP のアウトラインとは何かと、これも今日持ってきました。日本語訳ですけどね、英語じゃないんですけど、関税並びに物品サービスの貿易及び投資のに対するその他の障壁を撤廃するだとか、TPP の勘定状況表は約1万1000のタリフラインのすべての物品をカバーする、全物品やるって言ってるわけですよ。これが TPP なんですね。さらに TPP という毒まんじゅうを食べさせられた結果、二国間協定のテーブルに日本は乗せられました、アメリカとの間で。ここで非関税障壁の次から次へと国益を奪われています。牛肉、自動車、保険、交渉の実際の過程は、守るべきものは守るどころか、日本が守るべきものは1ミリも守らず、アメリカの国益は 100% 受け入れている、これが実際の交渉の過程であり、守るべきものは守るなどというごまかしでこれを進めることは許されません。でこの二重のごまかしを許さず TPP 反対の声を広げていきたいと思っています。その点で私、最近印象的な出来事がありました。6月5日農協などが取り組んだ TPP 反対集会に三村知事が出てきたんですね。平山さんも工藤さんもいらっしゃいましたが、三村知事が出てきてこう言ったんです。 TPP 断固反対の旗のもと、共に力を合わせよう、ここにこそ青森の未来があると言いました。私は三村さんとは立場の違いがいっぱいありますが、しかしこの呼びかけには応えたい、つまり党派を超えた共同を広げ参加を阻止させる、頑張ります。ありがとうございました。続きまして平山さん、よろしくお願いいたします。はい、TPP につきまして、3つ考え方をお伝えします。1つ目に、地域社会を壊滅的な状況にする TPP は断固阻止で、戦っております。これまで国会で何度となく議論をさせていただきました。地元では簡単に反対と言いますけれども、本当に国会で体を張って断固阻止を内閣に対して掲げるということの勇気、覚悟というのは、これは並大抵の精神力ではできません。私、平山浩司、青森県の皆さんに国会にお送りいただきました。青森県民の総意を受けて断固阻止を掲げ、時に、命を張ってと言ってもいいと思います。戦ってまいりました。2つ目に、自民党と民主党各党の矛盾であります。これはですね、反対と地元で言いながら、例えば先の衆議院選挙、暮れの衆議院選挙で自民党は反対と言ってきました。しかしながら実際に政権につきましたら、3ヶ月も経たないうちに交渉参加を決めてしまった経緯があります。これでは県民が反対を信じてやっても、全くその主張は国会では主張していないという矛盾があります。同時に民主党に関しましても、推進、菅政権、野田政権で推進をしてまいりました。よって私、平山浩司、青森県民の総意は、これは TPP、体を張って平山守れというその思いをしっかりと受けて、勇気を持って離党したという経緯が実はございます。そういった意味では、この選挙の内容で反対と言いながらも、選挙で、推進の党に支援をしてもらうという政治姿勢がもしあるとすれば、それは矛盾を抱え、県民はそこの矛盾を感じてしまう、
また議会ではですね、無所属では国会で質問もできないということもあります。この国会で本当に TPP 断固阻止を掲げて戦うというのは、先ほど申し上げました通り並大抵のことではありません。よって、これは政治のいろはだと私は思っております。3点目に、国会での議論、予算委員会でも何度となくこの TPP 議論をしてまいりました。農林水産委員会では10回以上この TPP に関して安倍総理、そしてまた林農水大臣にも議論を交わしております。そういった意味では、青森県ではこの TPP は受け入れることはできない、断固阻止を掲げてこれからも戦ってまいります。以上であります。ありがとうございました。続きまして畑野さん、よろしくお願いいたします。はい、ですね、私前回12月衆議院議員選挙の時に民主党から TPP をほぼ賛成の立場で、出ました。その時民主党が TPP を推進、という立場だったからなんですね。今のお話に通じるんですけれども、その時私ちょっと半信半疑で、まだ TPP ってどうなんだろう、影響どうなんだろうということで、こう不安を抱えながらもいろいろ勉強して、そしてでも TPP って、チャンスでもあるのかもしれないなということで、勉強を、その機会にいろいろと情報収集しました。で、思いました。やっぱりこの今のこの政府の状況、またこの国際社会の中において TPP、というのはまず、参加していかなければならない、そうでないと国際社会の中でも取り残されてしまいます。ですからこれをチャンスに変えましょうよ。ですから私たちみんなの党は日本開国宣言を掲げて国際化を進めていきます。私もいろいろこの機会に農協のこととかいろいろと勉強してきましたけれども、本来のこの農家の持つ方々の力、これを農協に依存してきた農家の方々の力、これを発揮できるように、自立できるように農協改革というものをしていくべきだというふうに考えます。そして、例えばですけれども、農協を通じてお米を政府が買い取ると1万6000円します。でも農協の搾取というものがありまして、本当は8000円で済みます。こういったところで、例えば農協のような、これも、規制の改革の分野になってきますけど、農協のような会社がいくつかできてきて競争をできるようにしていけばいいのではないかというふうに思います。農家のために、決して、農協がなっているというふうにも思いません。私は思うに、農家の方は安心して安全な食料を作ることに集中できるように、そういうもう本当においしくて今まで通り安心なものを、日本青森はとっても、世界に誇れるそういう農産物を作っています。外に飛び出せる仕組みを作っていくのは、政治の役割、安心して農家の人がおいしいもの、安全なものを作っていけるように、そういうシステム作りをしていかなきゃならないというふうに思います。そして、内需型産業とされてきた他にも、農業の他にも福祉とか教育とかそういう分野も、海外進出をしていけるように、この TPP を通して、海外に向けて飛び出していける、そういう仕組みを徹底して作ってまいります。はい、ありがとうございました。続きまして、最後になります、石田さん、よろしくお願いいたします。はい、TPP に関しましては私は賛成でございます。一番の心配が青森県においては農業がダメになってしまうのではないか、日本の農業がダメになってしまうのではないかなという考え方があると思いますけれども、1991年牛肉の輸入自由化がございました。海外から安い牛肉が入ってきましたけれども、現在どうでしょうか。逆にブランド化してそこに耐えていらっしゃいます。また6月20日、これは水曜日なんですけれども、皆様ご覧になりましたか、秘密の県民招待ございましたけれども、ここで村田昌司さんが青森県の倉石牛はおいしいと、すごいと、このようにおっしゃっていただきました。ですからあとは余談ながら、その PR がちょっとって話してましたけれども、まだまだ日本の農業はやっていけると、頑張っていけると思います。力はあると思います。また輸入自由化されたオレンジ、リンゴ、サクランボなども、国内生産量も
経営努力によって、大きくは減っておりません。また野菜に関しては知っていらっしゃいますか、皆様方、関税率 3% でございます。これに対しましても日本の農家の方々頑張っていらっしゃいます。本当にすごい力を持っていらっしゃいます。またお米に関しましては1993年米の不足によってタイからタイ米ですね、これをその輸入いたしましたけれども、その時どうでしたか。味が悪くて大量に売れ残ってしまって、結果腐ってしまって、また日本の国内の米と混ぜてセット販売といたしましたよね。ですから日本のこのお米とか野菜に関して果物に関してもそうですけれども、本当に美味しくて力はあると思います。実際に海外においては日本のこの農産物はナンバーワン、あとはやり方次第だと私は考えております。ですから味がよく安全性の高い日本の農産物、これ世界に打ち出していくチャンスだと考えております。ですから当然痛みは伴いますけれども、10年かけて関税、そしてまた輸入障壁の撤廃等を段階的に行ってまいりますので、この10年の期間において努力して農業の規制緩和および構造改革、これを急いでいく必要があると思いますし、私は日本はできると確信しております。今こそ輸入に頼るイノベーションをかけていって、日本の農業農産物が世界で食べられる、そういう日を夢見ております。また問題は TPP 以前の問題として、現在の変革しない農業のままであれば、この先農業に未来がないと、ここは皆様方ご存知だと思います。今こそこれを逆手にとって逆境チャンスに変えて打って出る最大のチャンスではないかなと私は考えています。規制構造改革、痛みは当然伴いますけれども、今こそ日本の農業未来産業へと変えていって、世界の方々の人口増加による食料問題に関しまして日本が貢献するチャンスではないかと、このように考えております。日本の農業に力があります。また世界で期待されていますから、ここを強く打ち出していくことこそが今最も求められていると私は考えています。ありがとうございました。5人それぞれ考え方少しですね、お立場が違うようで、ございました。続きましてですね、4番目のテーマ、子育て支援の問題について、議論させていただきたいと思います。少子化の問題、日本にとって大きな課題の一つだと思います。今年の4月に国立社会保障人口問題研究所がまとめた将来人口推計でもですね、我々の暮らしている青森県の人口も今136万人ぐらいありますけれども、2040年27年後には93万人までに減るというふうな、かなりちょっとショッキングな数値も出ていますけれども、その少子化の問題解決していくためにも、この子育ての支援というのは非常に重要な政策になってくると思います。それぞれの皆さんからお話をお伺いしていきたいと思います。その前に自民党の政権公約の中では、出産子育てを応援する社会にというふうなことで、待機児童解消加速化プランを展開しますですとか、特定不妊治療に要する費用の助成を行いますですとか、乳幼児健診や小児医療の充実を図りますといったことが、自民党の公約の中には掲げられています。それでは、順番変わりまして吉松さんからよろしくお願いいたします。はい、すいません、平山さんのと違ってパネルがちょっと大きくて見にくくて申し訳ないんですが、日本の子育て支援の状況について、少子化という角度からちょっと世界から見て日本の現状どうなっているのか確認しておきたいと思うんです。第一に出生率です。でこれこっちの皆さんから見て右側になりますか、出生率ですが、これずっと日本、先進諸国ずっと全部下がってるんです。でしかし日本だけが一貫して右肩下がり、他の国は80年代とか90年代とかに若干この右肩下がりが改善している、こういう傾向があります。国によってそれぞれ取り組みは違いますが、共通しているのは働きながら子育てできる環境をどう作るか、ここにありました。もう一つ押さえたいと思うのは、子どもの貧困率の問題です。これの下側になるんですが、これはOECD の資料から取りましたが、青色は当初所得、赤色は、所得再分配後の、ものですが、貧困率ですが、日本はなんとこれが逆転しています。所得再分配した方が貧困になる、こういう国は世界に日本しかありません。でこの現状を抑えた場合、規制緩和ではますます悪くなるんですね。市場に任せればますます悪くなるわけですから、必要なことは国が子育て支援にやるべきことを全部やるということです。私は今日3つの緊急提言を行います。第一に消費税増税をストップさせることです。消費税は逆進性が高い税金ですから、この子育て世代に重い
税の仕組み、日本の現状をより悪くするわけですから消費税増税はやめるべきだと。2つ目に、働くルール、人間らしく働くルールをしっかり作るということです。で、実はここにもう一つ持ってきました。女性、国連女性差別撤廃委員会が繰り返し日本に、改善要望を出しているんですが、ここに持ってきたのは上側2009年8月のものです。どう言ってるか、例えば性別に基づく賃金格差や妊娠出産を理由にした違法な解雇、これが問題だと国際機関が言ってるんですね。これは緊急に改善することが日本に求められています。働くルールをしっかり作り、正社員が当たり前の社会を作る、性別に基づく差別を許さないと、こういうルールを作ることを求めます。3つ目に、地方自治体が今現に取り組んでいる子育て施策を国が応援するということです。例えば子どもの医療費の無料化や、保育料の軽減、最近では学校給食の無料化など出てきました。国が応援すればいいのに、国はこれを水をかけてるんですね。今例えば子どもの医療費無料化をやってる自治体もいっぱいあります。窓口無料化にしたら国はペナルティーかけるんです、調整金だと称して。でこういうやり方は子育てを逆行するものであり許されないと。地方自治体やってるわけですから、すぐに国はこれを応援する姿勢に切り替えるべきだということです。ありがとうございました。続きまして平山さん、よろしくお願いいたします。はい、子育て支援につきまして、私冒頭に青森県を守り未来を創造と平山浩二の2つの柱と6つの政策をお伝えさせていただきました。その中で未来の創造ということで少子高齢化対策をお話しさせていただいております。3つ提案をさせていただきたいと思います。まず1つ目に、実際に3人の子どもを育てながらこの子育てというものに関して感じていること、2つ目に子育てをする親の優遇措置ということです。これはフランスを例にしてお話ししたいと思います。3つ目に、子どもを産み育てることができる環境整備、これも具体的な内容をお伝えさせていただきたいと思います。まず1点目、実際に3人の子どもを育てています。家内とですね、2人になりますけれども、実際に2人で話をして地域や国に実際に貢献どのようにできるかと、目の前でできることとして3人目の子どもを設けようと話した経緯もあります。よって国そして地域に貢献するという意味で子どもを3人持ったということです。そして実際に育てるとですね、これは大変なこともたくさんあります。しかし幸せもですね、子育ての中から強く感じることが多々あります。よってぜひ未来を担う子育てですね、子どもを育てていこうという政策をですね、力強く推進していく必要があると、このように考えております。そこで子育てするまず親の優遇措置、これフランスは出生率が 2.0 を超えました。2人に対して2人以上ということです。実際にやっていることとして、社会的に優遇される、親は社会的に優遇される。そしてこれは自分自身の考え方ですが、老後のですね、年金特例、子育ての親は老後に年金で特例を受けられると、または公的施設の利用、これもフランスでは例えばバス、汽車の利用はですね、半額以下になるというようなことがあるということです。そして3つ目に、子どもを産み育てるということに関しましては、子ども手当、これ実際にやりましたが、現金ではなくバウチャー制度にするということで子どもに使う。そして中学生までの医療費無料化、またはですね、入学手当、これは制服、入学時に制服、教科書、実際に親がお金かかります。そこに入学手当を出そうということでございます。いずれにしても少子化の中でこの子育て支援を積極的に行っていく政策が非常に重要であると考えております。以上でございます。ありがとうございました。続きまして畑野さん、よろしくお願いいたします。はい、私畑野里奈は一人の実際に子どもを産み育てながら仕事をしている、そういう立場として子育て政策には特に力を入れてまいります。女性はもちろん男性にも優しい
子育て政策を実行していきます。安倍首相は3年間育児休暇を取れるように、ということを政策に打ち出されましたけれども、職場を一度離れた人が実際職場に戻りづらい、こういう現状があります。3年間育児休暇を取る、本当にできるんでしょうか。雇う側にも雇われる側にも不安感が残ります。こういった根本の問題をどうして、職場に一度職場を離れた人が職場に戻りづらいのか、そういう根本の問題を解決する具体策が必要です。またこのことは雇用の問題にもとてもつながる、問題です。私は、実際にこの育児休暇中の男性または女性が在宅ワーク、これを、できるようにすること、また育児中の社員が多い職場には託児所を設けること、また育児休暇中1年間は企業内での役職とか職種とかこういったものを男女ともに維持してあげると、こういった仕組みを整えていけば、例えば男性も育児休暇を取りやすくなったりするのではないかというふうに思っております。また引き続きですね、不妊治療の助成を拡大していくことや、幼児医療の無償化とか、そういった部分の支援についても、力を注いでいかなければならないことだというふうに思っております。またこの子育ての、このことに関しては、さっきの自民党さんの案も待機児童の話ありましたけれども、非常に、この青森県ではその待機児童とは、縁が、遠い、むしろ子どもが保育園足りないぐらいの状況であります。そういう地域の実情に合った少子化対策を行っていくために、中央集権的なやり方ではなくて、地方自治体の裁量を広げて地域ごとに柔軟した対応を、していくべきだと。そのためにも私は、道州制を導入して、権限財源人間、これを地域に、移譲していくべきだというふうに思っております。また私はですね、教育改革、こちらにも特に力を注ぎたいと思っておりまして、今の詰め込み型教育から体験型教育、例えば、病院に行くとき健康保険証を持って出かけることの意味とか、そういうことをですね、例えば健康保険証を持って社会科見学で病院に行くチームと持っていかないチーム分かれて、学んでみるとか、そういうおのずと社会制度に関心を持つ青少年を育てるような教育もしていくべきだと考えております。はい、ありがとうございました。続きまして石田さん、よろしくお願いいたします。はい、子育て支援の問題はこれです。すなわち少子化対策そのものであろうと思います。先ほど司会にもありましたけれども、この少子化対策に関しては待ったなしの緊急の課題であると私は考えております。幸福実現党としましては3つの柱でもってこれに対応していきたいと考えております。1点目は家庭と仕事の両立支援ですね。保育分野の規制緩和によって待機児童、これを解消するとともに子育て支援のサービス業を立ち上げていくということが大事だと思います。2点目としましては経済の活性化ですね。これはやっぱり柱になってくると思います。根底にあるものってとても大事なものだと思います。これもまた理想の子どもの数を持たない理由として内閣府でもって平成24年、子ども子育て白書がありましたけれども、この中で 60.4% の方が子育てのや教育にお金がかかりすぎるからっていうふうな答えを出しております。つまりは少子化解消のためには経済、これを良くしていかなきゃいけないということが言えると思います。特に非正規雇用の方々、若い男性の方々に関しての結婚がなかなか思いに進まないというふうな現状があります。ここが最大のまたネックになっておりますので、この点を解消していくためにも経済的な豊かさということがとても必要になってまいりますので、豊かな経済、ここを立ち上げていきたいと思います。3点目としてはですね、子育てしやすい社会づくりということがあります。これはまた教育費の軽減とか子育てしやすい環境づくりということがありますけれども、公立学校、これを再生しましてですね、教育の質を上げることが大事だと思います。今一番お金がかかるのは例えば塾とかそういうところにかかっていますよね。ですから公立学校でもってそこがしっかりとできるのであれば、いらない出費は必要なくなってくるし軽減されてくると思います。ですからこの教育の分野でもって質を上げていく教育の体制、これを作っていく必要があると思います。またもう一つは建築規制を行って多世代が同居できるような体制、2世代3世代が一緒に住めるような、そのような安いですね、住宅の供給、環境づくりもまた子育てにはとっても大事なバックアップになると思います。
で結論としましてはですね、党としましては少子化対策の革新はこれ家族政策だと思います。家族そのものがですね、今いろんな形を持って社会的に変化ある中でもって、忙しいこの時代の中でもってですね、この辺がだいぶこう窮屈になってきております。ですから家族でもって子どもを育てていく、ここら辺がとっても大事だと思います。一人一人の幸福そのものがまた社会に反映されるような体制づくりをしていきたいと、このように思っております。ですから前政権のような子ども手当を通して政府が国が面倒を見る体制ではなくて、本来のあるべき姿、子どもが非常にこう大事だとして扱われ、家族が子どもを愛し健やかに育っていくためにはどうしていくかという観点から全ての物事を考えていく必要があると思います。そこに注釈しながら少子化問題、子育てを行っていきたいと私は考えておりますし、党の方針もそのようになっております。ありがとうございました。最後すみません、工藤さんよろしくお願いいたします。はい、最近テレビの報道を見て涙出したことがありました。3歳の子供が空腹の状態で亡くなって、お母さんはメモ用紙などもっと美味しいものを食べさせてあげたかった、でお母さんも亡くなっている、まあ、その前のニュースのは奥さんの、お母さんの連れ子、これを今の人がいじめている、このような報道が毎日のようにこうありました。あの報道を見て本当に普通の状態でいれる一つのは少ないと思うんですよ。ああいうふうな報道を見て自分がそういった時にその立場になった時に本当に安心して子供を作れるか、不安がかなりよぎると思うんですよ。いわゆるその当然お金を出して子育て支援、そういうことも必要です。しかし今の状況の中でいくらそれをやっても網の目が大きすぎます。どん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 こぼれています。もっともっと細かな目で、そして今報道されているような悲惨なことがないような、それはやはり何といっても地域の知事、これがしっかりしていなければ、それとやはり今ありましたけれども教育、一般の教育ではなくして道徳的な社会的な教育、この充実するのがそういうふうな事故を直す、そのことが私は次につながる、ああいうことが毎日のように報道されて自分で自信持てないような形になると思うんですよ。私も実は娘さんにおります。二人がシングルマザーになっていました。まあ、縁があって一人は結婚し、今一緒に同居しているのがシングルです。働く娘を見ながら、これ一緒に同居しているから暮らせるけど、これはとてもできないな、一生懸命頑張ってもなかなか正職になれない、そこで手術が多くなる、まあ、この辺のあれ方、今自分であれやるこれやると具体的なことは言いませんけども、今の社会状況の中ではもしかしたら網の目を細かくし、いろんな部分に配慮するということが私は重要でないのかなと思っております。以上です。ありがとうございました。それでは、次のテーマに移りたいと思います。5番目のテーマはですね、憲法改正についてです。まず自民党の参議院選挙の選挙公約のところからお話ししたいと思いますけれども、すでに自民党は現行憲法のすべての条項を見直し、時代の要請と新たな課題に対応できる日本国憲法改正草案を発表しています。自民党は広く国民の理解を得つつ、この憲法改正原案の国会提出を目指し、憲法改正に積極的に取り組んでいきますというふうな記述があります。
それから憲法改正の手続きの部分、憲法96条の部分ですけれども、これに関しましては憲法改正の発議要件を衆参それぞれの過半数に緩和し、主権者である国民が国民投票を通じて憲法判断に参加する機会を得やすくしましたというふうな記述があります。では憲法改正につきましてそれぞれのお立場お考えをお話しいただきたいと思います。平山さんよろしくお願いいたします。はい、憲法に関しましては慶応義塾大学に在学中の時にですね、小林節教授と随分とこの憲法に関しましては皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、日本の憲法学者としては非常に有名ですけれども、随分と議論勉強もさせていただきました。その中で私の立場としてはまた3つ皆さんにお伝えさせていただきます。まず1つ目に加憲という立場を私は取っております。一般的に聞き慣れない言葉かもしれません。憲法改正に反対か賛成かとこういう議論でありますけれども、私の場合は加憲と加える憲法と書いて加憲であります。内容としてはですね、時代に応じて今環境であったり国際貢献であったりですね、任意制の在り方など時代の要請に応じて憲法を加えていくことが重要であろうということで加憲の立場を取っております。そして2つ目でございますけれども、基本原則、憲法には3つの原則の理念がございます。1つは皆さんご案内の通り国民主権、国民主権、2つ目に平和主義、そして3つ目に基本的人権の尊重。この3つの基本原則というものはしっかりとその理念を継承するということです。それにプラス次の安全保障に関わることですけれども、憲法の前文にあるですね、国際協調、この部分もしっかりと継承していきましょうという考え方を持っております。そして最後の3つ目でございますけれども、先ほど自民党さんは96条のみの改正ということ、これを過半数にしましょうという話をしております。これは実質的には過半数というのは議会でいうと一般法と同じであります。一般法と同じように憲法というのは実際は法律の中での最高法規であります。その最高法規が一般法と同じようにコロ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 変わるというのは、これは我々はそれではいけないとこう言っております。本質的にその過半数に下げようというのは数をたくさん人気を取れればいいということで、まずは96条のみの改正ということです。日本国憲法は構成憲法、固いと書いて構成憲法と言いますけれども、3分の2、96条のみの改正には絶対反対でございます。以上であります。ありがとうございました。続きまして畑野さんよろしくお願いいたします。まず私はですね、憲法9条に対しては改正反対の立場であります。なぜならば これまで日本が戦争をしないでこれたのはこの憲法9条が抑止力となってきたというふうに考えるからです。ただしこの憲法全体を見たときに全部全てがそのまま未来永劫このままでいいのかというと、例えば国の非常事態対処条項の部分ですとか、国の地方自治のあり方、統治機構を変えていくと、地域主権を実行できるようにするとか、そういった意味ではちょっと改正をしていく必要がある条項もあるというふうに考えます。そこで96条になるんですけれども、この96、私はこれを憲法9条を変えるための96条、で国民、投票この、2分の1の、全議員の、3分の2から2分の1に、するというこの、全部がそれになってしまうということに対しては、不安を持っております。例えばですね、これを過半数の賛成に緩和する条文と3分の2に緩和する、3分の2のままでいる、その
条文と条文ごとに、その条件を検討する、まずそういう、ことをから議論をしていく必要があるのではないかというふうに思います。すべてのこの条項を、2分の1の、賛成で、というふうにするのではなく、条文ごとの、見直しという部分を、していく必要があるのではないでしょうか。以上であります。はい、ありがとうございました。続きまして石田さん、よろしくお願いいたします。憲法改正に関しましては賛成です。憲法の改正の、発議要件を緩和する96条の先行、改正先行の是非が今議論されておりますけれども、公益実現党は立党直後の2009年6月にすでに新日本国憲法試案を発表しております。自主憲法の制定を主張してまいっております。今この憲法の改正に関しまして機運が高まっていることは、とってもこれはいいことだと私は考えております。とりわけ核ミサイルの保有を急ぐ北朝鮮、また尖閣奪取の意思を明確にしている中国、日本を取り巻く安全保障環境は非常に厳しい状況に今なって悪化しておる中にあって、国民の皆様の、命を守る、また、財産安全を守るためにも憲法9条の改正は私は急務だとこのように考えております。9条改正に向けて今96条、先ほど言いました通り改正の先行、これもまた一つの手段だとは思いますけれども、政権交代のたびに左とか右にぶれる、そういうふうな可能性もありますので、ここは少し考え方をですね、厳しい目で見ていかなきゃいけないところだと思いますけれども、現状の今の海外の状況を見たときにはこれも一つやむを得ないかなという点もあります。そこでまた9条改正のその必要性はこれからも強く訴えてまいりますけれども、今そこにある危機に対応するためには、私は憲法の解釈全文、これを解釈を変更していく必要があるのではないかなと思います。平和を愛する諸国民というふうなものになっております。ここの真に信頼して私たちはこの平和憲法を守っていくんだということでありますけれども、まさに今海外の状況、近隣の状況を見ていかがでしょうか。平和を愛する国であるような感じではないんではないでしょうか。であるならば、しっかりとして自分の国は自分で守っていく、これは必要であると思います。ですからこそ憲法9条適用しないことを明確にして、自衛隊法などの関連法案を包括的に見直ししまして、有事への備えを今しておかないと、いざその時になった時には何もできない状況になってしまうと思います。これは単なるざれ事ではないと思います。そういうふうな最悪の事態を想定して手を打っていくのが要は国の責任であると思いますので、そこもまた私はしっかりと皆さんで議論してまいりたいとこのように考えております。以上です。ありがとうございました。続きまして工藤さん、よろしくお願いします。はい、私は96条には変えるべきではないと、これは絶対変えるべきではないと思います。ただ今もありましたように、その改憲というふうなものはやはり時が時ですので、それは国民的議論、これをしっかりとこう積み重ねて国民の合意のもとでこれは判断するべきであろうと思ってございます。要件緩和だけを先にすることは私は絶対反対でございます。以上です。ありがとうございました。続きまして吉又さん、よろしくお願いいたします。憲法を生かし守り抜くことを表明します。で、改憲論の一番の本丸は9条の2項です。それで、先ほどらいろんな議論あるんですけど、実際に9条2項が何の制約になっているか、政府が実は答弁をしています。これ従わないんですが、1990年の内閣法制局の答弁です。3つ言ってるんです。海外での武力行使、集団的自衛権、そして国連軍への参加、この3つが9条の2項があるからできないことだと言ってるわけですね、政府が。逆に言うと、9条2項がなくなればできるのはこの3つなんです。いずれも海外での武力行使を意味します。海外での武力行使のために9条2項を変えるということは絶対に許されないということです。で、その本丸が最近崩せないために96条から先にやろうという目論見が表面化しましたが、これは姑息です。単なる手続きの話じゃないんですね、96条は。
国民が権利を守るために権力を縛るのが憲法です。それを権力の都合によってバンバン変えてしまうとなれば憲法の毛の字もなくなる、憲法を憲法でなくしてしまうということで大議論になっています。先ほど平山さんがおっしゃった小林哲さんも9条は書いてもいいとおっしゃる改憲論者ですが、何か落ちました？ですがその人でもね、96条はダメだと言ってるんですね。憲法をなくしてしまう裏口入学だと小林哲さん言ってます。今日ここに新聞赤旗の6月のものを持ってきました。自民党元幹事長の古賀誠さんが赤旗に登場し、やっぱり9条は変えた方がいいかもしれないと言った上で、96条改定は絶対やるべきではない、憲法は我が国の最高法規です、その他の法規を扱う基準と違うのは当然だと至極もっともな話をしています。この古賀さんが登場したことが今大きな話題になり、96条改定の裏口入学的性格が明らかになって今広大な反対の声が広がっている。これは新州大谷派ですね、新州大谷派も宗派をまとめて反対だという声明を出しました。これ日弁連ですが、日弁連もダメだと、96条は反対だと言っています。この声を大きく広げていきたいと。そして自民党やみんなの党が改憲をした先に何を狙っているかと、私はここに自民党の改憲案を持ってきました。これを読んでちょっと寒々としました。あまりにも古色騒然としている。例えば基本的人権を侵すことのできない永久の権利として信託されたものとした97条は全文削除です。表現結社の自由を含む基本的人権については公益及び公の秩序に反しない範囲のものしか認めないと、基本的人権制約するっていうんですね。こういう改憲は許されないということを述べたいと思います。はい、ありがとうございました。続きまして、最後6番目のテーマに移りたいと思います。次のテーマはですね、領土領海安全保障についてです。先ほどのテーマと少し関係してくる部分もありますけれども、領土領海安全保障についてのテーマで、議論させていただきたいと思います。まず自民党の参議院選挙の政権公約ですけれども、日本の領土領海領空を守り抜く日本ということで、公約の1ページ目に書かれています。それから、日米同盟を基軸とした戦略的外交を展開していきます、といったことなどがこのテーマの部分では記入されています。それでは、順番一番最初に戻りまして、畑野さんからよろしくお願いいたします。はい、私はこの領土領海安全保障の問題については、国民と国土をしっかり守るために、戦略的な外交安全保障体制の構築に、力を注いでいきたいというふうに考えております。まずこの領土領海問題というものにはまず毅然として対応をしていくこと、また日米同盟を基軸としながらアジア諸国との信頼関係を構築していく必要もあると思います。日本が自由と人権を重んじる先進民主主義国として世界の平和と安定に構築をしていく、そういう役割を担うべきだというふうに思います。また相互信頼に基づくこの日米同盟を安全保障の基軸にしまして、この沖縄県の米軍基地負担軽減ですとか日米地位協定の改定を、これを定義しまして思いやり予算も見直すなど米国と対等な関係を構築していくように、対等な同盟関係というものを構築していくようにしていくべきだと思います。また尖閣諸島竹島北方領土問題、これは国際法にのっとって解決をしていく、冷静に解決をしていく、そのためには海上保安機関防衛当局間の連絡メカニズム、これを整備いたしまして各国との交流ですとか信頼の構築にまず努めていくと、このことが重要だというふうに思っております。以上でございます。はい、ありがとうございました。続きまして石田さん、よろしくお願いいたします。領土領海安全保障について主権国家としては当然これはしっかりと対応していかなければいけないと思います。そのためには日米同盟を強化しつつ自主防衛体制、これを構築していかなければいけないと私は考えております。大変大げさに
また聞こえると思いますけれども、先ほど来言ってますけれども、隣国の軍事的な脅威、これは日増しに強くなってきてますし、これはまた日本の我が国の国家存亡の危機にあたる状況にもなりつつあります。これはまた6月7日なんですけれども、習近平国家主席がアメリカにおいて今一度、ね、中国の固有的な領土はこれ大きな尖閣諸島がそうだとこのようにはっきり言いました。で、革新的利益だとこのように発言いたしました。この革新的利益とは何かというと、いかなる代償を払ってでも守り抜く利益、つまりは武力を行使してでも尖閣諸島の主権を確保すると、このような表明をしたということになります。まさにこれは非常に危険な発言であると私は考えております。また北朝鮮に関しましても核ミサイルの開発保有を急いでおります。実際ノドミサイルが300発あって、ここにもし仮に核弾頭が装備されますと、日本は火を見るように明らかで、すなわち侵略降伏してしまいます。今まさに目の前にある危機でございます。これに対しまして、先ほど訴えましたように、憲法の解釈のここら辺を変えていく必要があると思います。憲法改正までは時間がかかりますので、全文の解釈変更、これは平和を愛する諸国民と言えない国家に対しては、憲法第9条適用外と明確にする必要があると思います。そしてまた自衛隊法などの包括的な整備を行っていて、いざという時に対応していかなければいけないと私は考えております。また国際的な常識としては、自分の国を自分で守らなければ、その姿勢を示さなければ、国連及び他の国の方々は実際に守ってくれません。まず基本は自分の国で守ると、断固として侵略を許さないと、このような強い意志が必要であります。これを持った上でもって国際社会に訴えて、国際社会の協調を得ながら、この危機に対応していく必要があると思います。もう一回言いますと、今目の前にある危機に対して、平和ボケ、一国平和主義はもう通用しなくなってますよと、そしてまた社会的にも、日本はリーダーとして逆に世界に平和をもたらす使命がありますと、このように思います。主権国家として意思をはっきりと表す占領国憲法、これは変えていかなければいけないと私は思います。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして工藤さん、よろしくお願いいたします。はい、まあ、当然主権国家守るものは守ると言っています。まあ、私も当然だと思います。ただ相手が核兵器持ったから、じゃあ日本も核兵器持とう、向こうが狙っているからこっちも狙う、私はこのシーンでは反対です。日本は日本独特の文化、日本の得意とするものがある、これを駆使することが必要ではないのかなと思います。やはり何といっても対話を重ねる、そしてお互いのやっぱり信頼関係を作る、こういうことが大事かなと思っております。私もまた戻るんですけども、仕事から連合を輸出しようと、こうやっていろんな方と上海の人方とこう協議をして、よしこれからだという時に尖閣の問題が勃発し、全部ストップしてしまいました。まあ、それからも今でも対話はしていますけども、国家間のいわゆるその圧力の中で実行されていないというのが事実です。農産物はそうなっています。ところが水産関係に関しては言ってるんです。水産関係に関しては言ってるんです。そこではやはりそこのセクションにいる担当者方の信頼関係がものすごく強い、これを示されておりました。ですから国家間のものとやはり部分部分でつながっているものがたくさんあります。そういうことを日本のやっぱり一番得意とする分野で信頼関係を作っていく、これは私は大事かな。向こうがライフル向けているがこっちもライフル、ミサイル向けているがこっちもミサイル、これでは絶対に良くなりません。対話重視、私はこの路線が絶対必要であると思っております。以上です。ありがとうございました。続きまして吉又さん、お願いします。はい、紛争をどう解決するか、ドンパチではダメなんですね。ドンパチやったって解決しないし、ますます問題解決は遠のきます。中国や北朝鮮など隣国に道理ある態度を日本が示すためにも、こちらから拳を上げないということが大切です。で、領土問題について言うと、
尖閣にしても竹島にしても、まあ、いわゆる北方領土と言われている千島の問題にしても、この3つの領土問題日本は抱えていますが、いずれも日本の領有の主張は正当です。で、これをどう解決するかとなると、やっぱり国際法と通りに立ってしっかりと相手に物を言い、外交交渉で解決するしかないんです。これが日本の姿勢に欠けているということを訴えます。例えば尖閣問題どうでしょう。尖閣問題は日本政府は領土問題は存在しないと言い続けています。だから日本の領有は正当なのに、なんで正当かということを中国に対しても国際社会に対しても言えていません。中国がさまざまな言い分を言います。だけどその言い分に即して反論をすることができないんです。領土問題存在しないという自情自爆に陥っているからです。この自情自爆を解いて、領土問題一体どこに日本の正当性あるのかを堂々と中国を説得すると、中国社会に向けても発信すると、国際社会にもですね、こういう努力が、まあ、必要です。すいません、この辺なんかブンブン飛んでてですね、手振ってしまいますが、なおどの国であれ、まあ、ある国が実効支配している場所を力によってその実効支配を排除しようと、自分の実効支配を及ぼそうとするやり方はどの国であっても許されません。尖閣について日本がそう軍事的対応をやることは許されないのはもちろんですが、中国もこれは許されない。そのことをちゃんと中国に対しても言うべきだということです。それで私はこの分野で一つ提案をしたいと思うんです。それは平和的安全保障をいよいよ日本でもやっていこうじゃないかということです。紛争はこれからもあるでしょう。だけど紛争を戦争にしない努力が20世紀の世界と21世紀の今日までの人類の到達で世界は歩み始めています。その一つの典型が東南アジア ASEAN の経験です。 ASEAN は ASEAN ウェイと言われ、さまざまな領土問題を抱えています。中国との関係でもありますが、対話を重ね、信頼醸成を重ね、今行動規範まで、南沙諸島ですね、行動規範まで作って解決に向かおうとしています。でこの ASEAN ウェイを北東アジアでも確立すると、つまり日本が九条を生かした平和外交で平和的安全保障をしっかりやると、その足かせになる日米安保は廃棄をすると、友好条約を結ぶということを提案します。はい、ありがとうございました。それでは最後、平山さんお願いいたします。はい、国民の生命と財産を守るという意味において、安全保障は政治がなすべき重要事項であると考えております。その際に国家という概念がしっかりと認識されてないと、ここの議論ができないと、こう思っております。国家を構成する3要素、もう皆さんもご案内の通りですが、タイトルにある領土、領空、領海、そして2つ目にそこに住む人、住民です。そして3つ目に主権があって初めて国家というものが成り立つ。日本もこの3要素、すべての世界の国がこの3要素を持っております。そういった中で私から3点、この安全保障に対しては自立と共生という基本理念、これを掲げて、ております。国家としての自立、先ほどの3要素、これをしっかりと尊重をする。そしてまた共生という国際協調、憲法の日本国憲法の理念にも前文にありますように、先ほども申し上げました国際協調という考え方をもとに進めていくということでございます。そして2番目に、日本のこれまでの歴史的観点から見ますと安全保障の根幹は、最近はちょっと米国追従じゃないかとこう言われているわけでありますけれども、そうではなく自立と共生、国家としての自立、そして憲法理念にある国際協調も踏まえて真に対等な日米同盟を構築するということが非常に重要であると考えております。そこで3点目に、この安全保障は国民の生命と財産を守ると同時にですね、国際紛争、またテロへの対応といった面でも国際貢献の観点から非常に重要であります。その際に集団的自衛権、個別的自衛権等法解釈の問題提起もありますけれども、私は国連中心主義、
という考え方、これが非常に重要であり、筋の通った自立と共生が可能であると、先ほどの尖閣の問題、竹島の問題、北方領土の問題、すべての問題に対してもこの国連中心主義によって、解決できる、筋を通せると、こう考えておきます。と言いますのは、国連中心主義は国連憲章と憲法全文の精神にのっとって法解釈で、国際貢献ができると、国連の安保理で、国連に加盟する多くの世界の国々の総意のもと行われる国際貢献には日本も積極的に参加できる、日本の安全保障の根幹は国連中心主義に据えるという考えを持っております。以上であります。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでですね、6つのテーマに関しまして、それぞれの立候補予定者の方にご意見や思いを語っていただきました。最後にですね、その他ということで、これまでお話しできなかったことですとか、まあ、お話し足りなかったことでも結構でございます。最後にですね、今日お集まりの皆さんに訴えたい事項をですね、それぞれお話ししていただきたいと思います。では順番変わりまして、石田さんから最後よろしくお願いいたします。最後に訴えたいこととしまして、私は今必要なことは国家の気概および政治家の気概であるとこのように考えております。大げさに聞こえるかも分かりませんけれども、この先日本は繁栄の道をさらに歩んでいけるのか、それとも、衰退、また、滅びの道へと下っていくのかという分岐点に今立っているとこのように考えております。国内においても今日の討議のテーマはもとより、エネルギー政策、年金、医療などの社会保障改革の問題、また東日本大震災等の復興防災対策、また教育改革等たくさんあります。また目を外に向けてみますと、先ほど来言ってますけれども、核ミサイルの保有を急ぎ、また国際社会に対して挑発的な行動をエスカレートさせる北朝鮮、また領土的野心をあらわにしている、拡張を続ける中国の軍備拡張、覇権主義、このようなものが実際に脅威として今目の前に迫ってきております。まさに今のままで良いのかと考える時期に今立っていると思います。そのように問題山積の中にあって、必要なものは何かと申し上げますと、やはり国家の気概と政治家お一人お一人の気概、これがとっても大事だと思います。誰が正しいのか、またどっちが正しいのではなくて、何が正しいのか、正義とは何なのかということをしっかりと踏まえて対応していかなければいけないと思います。これには党派は関係ないと思います。すべての方々が今しっかりとこの点を考えて、国民の皆様の生命と安全と財産をいかに守っていくのか、そしてこの国難、この危機をどう乗り越えていくのか、これが最も今求められていると私は考えております。ですからこそ、私はこの国を、青森県を心から愛しています。決して決して不幸な世の中には絶対にしたくないと考えております。この日本に生まれてよかった、またこの青森県に生まれて本当によかったと言える幸福な社会を実現するためにも、私はこの点、危害を持つ、そしてまたこれに関連しまして勇気を持って決断し行動する、そのような政治家が、また政治が今こそ必要ではないかなと、皆様方に強く訴えさせていただきたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、工藤さん、よろしくお願いいたします。はい、一昨年私12月の24日県の TPP 断固阻止反対集会というようなものを自分が会長の時に主催させていただきました。その時には県選手の国会議員全員参加してくれ、それで今の三浦知事が冒頭ご来賓の挨拶をしていただきました。全国会議員全員 TPP 参加反対ということをその場所で述べていただきました。その前の年には自衛隊館の公会堂で、そういうふうなイベントをしております。その時には今の与党の先生方が当時野党の先生方が与党の先生方に、お前ら青森県でノーと言いながら東京で本当にノーと言えるのか、お前東京へ行って賛成と言うだろう、お前らここで言ったことを本当に
言えよというようなことを言っておったんです。ところが与党になった途端ね、ころりくれました。今の野党の先生方、まあ、選挙があまりありませんので言える機会が少ないと思います。そういうふうな政治家が多くいる、そういう人を選んでいる有権者がたくさんいる、このことがいわゆる政治不信を招きながら選挙の投票率がどん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 低下して、しっかりとした目でしっかりとした判断して言ったことを守らせる、こういうような有権者でなければならないし、出馬しようという人はそれなりの腹をしっかり持って説明のできないような政治姿勢なんては絶対とてはいけないです。一遍でもそういうふうなものをやったときには皆さん方が有権者がストレートに判断すればいいんです。宇髄会では本当都合のいいことばっか、我々もよく言われました。網と餅に騙され、つい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 おらが先生、もうそういうことは絶対なくしなければ日本は本当に沈没します。この参議院の選挙も私らは本当にその投票率をぜひ上げてしっかりと自分の主張を訴えながら加盟する人を大勢巻き込んで投票率を上げたい、そしてしっかりとした判断のもとを歩んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして吉又さん、よろしくお願いします。はい、で今安倍内閣の暴走は日本社会の未来を本気で真面目に考えているのかと思うようなことがいっぱいあるんです。で私最近出会った3人の、3人というか3つのエピソードに沿って最後訴えたいと思うんです。で1つは雇用問題なんですが、中学院大学を最近卒業した学生さんと、元学生さんですね、ちょっと話す機会がありましてお話を伺ったら、仕事辞めたっていうんですね。でどういうことかというと、仕事を辞めるか転職するかどっちか選べって会社に言われて、親との関係があって辞めざるを得なかったと。限定正社員という働かされ方が今増えています。青森県でも広がっています。ブラック企業という働かされ方が問題になっていますが、残業代払わない、いつでも首を切れる、今まで以上の労働法制の規制緩和ということを違法か、もしくは違法すれすれでやって、若者をボロボロにし、使い捨てにし、絞り取って精神疾患に追い込んでいく、こういう働かせ方が大問題になってるんですね。で何を血迷ったか、安倍首相はこのやり方を今度日本全国でやるっていうわけです。これを成長戦略だと言い始めました。で私はこれは成長戦略ではないと、若者の未来も日本社会の未来も奪う破壊戦略そのものであり、絶対許してはならないということを、その学生さんの話を聞いて強く決意をしました。二つ目に、工藤さんも先ほどおっしゃってましたが、政治家の姿勢やっぱり問われるんですね。あっちにフラフラ、こっちにフラフラでは困るわけです。その点で私は最近他党の有力幹部の方とお話しする機会があって、この方がこういうふうに共産党を評価してくれたんです。何があってもぶれずに弱者のために頑張るのは共産党だと。これは共産党好きな方はもちろん嫌いな方も含めてですね、みんながこれは認めてくれてるんですね。今安倍首相が暴走を始めているときに、何があっても筋を通して頑張るこの党が必要だということを訴えたいと思います。3つ目に、私インターネットでツイッターやフェイスブック、ずいぶんこの間取り組んできました。ずっとやってきたもんですから、これまでの自然体で努力したいと思うんですが、そこでね、困難があるんですよ。青森の参議院はイケメン揃いだってね、女性も含めて綺麗な方ばっかしですよね。誰が勝つかってやってるんですね。で私はどうもその中に入らないようですから、イケメン選挙には失格したんですが、しかし言いたいのは、そういうふうにネット上でみんなが選挙に参加できる、いろんな思いを交流できるという場になっています。そして冒頭に言ったように、原発問題にどういう態度を取るのかは政治家にとって絶対に必要な態度表明です。ネットを使って表明これから先できますので、今日は誰からもなりませんでしたが、今後期待をしておきたいというふうに思います。安倍内閣の暴走を食い止め、新しい政治を作っていく、頑張ります。
はい、ありがとうございました。続きまして平山さん、お願いいたします。はい、今回の参議院選挙からお話ありました、インターネットを利用したネット選挙運動解禁ということでございまして、今日もこの討論会がネットを通じて全県全国世界に発信されているという意味では、画期的に日本もようやく前進したなと、こう感じております。よってインターネットを通じて情報発信をしていく候補者おのおのの考え方をぜひ多くの皆さんに知っていただきたいと、このように考えております。そこで今回の参議院選挙、本当に大切な主要の争点としては、まずはアベノミクス、この地方へ悪影響を与えるアベノミクスの青森県での是非です。このアベノミクスが本当に地方にとっていいのかどうか、強いものだけが勝ち残ればいいという富裕層のみの政策がそのまま自民党を選んで推進するのか、それともそれではいけない、地方を切り捨て格差社会をさらに拡大させてはいけないということで、これではいけないというものを選ぶか、そのアベノミクスの是非を選ぶというもの、これが一つ大変重要でございます。二つ目に、TPP 参加の是非です。これはこの参議院選挙後必ず国会での批准がかかります。批准というのは国会の本会議でこれを賛成するか反対するか、条約に賛成するか反対するかという大変に重要な議席を送るということになります。その中で地域社会を壊滅的な状況にする TPP 参加の是非、私は断固阻止を掲げて必ず戦ってまいります。そして本当の意味での今回の参議院選挙、一番大切な部分、青森県選出の国会議員は全部で6名おります。青森県選出、衆議院が4名、参議院が2名、その中の1名が今回改選ということでございます。すべての6議席の中の5人が自民党です。たった私1人、参議院議員の平山浩司が自民党以外の国会議員です。その時にすべての議席を自民党にして、アベノミクス、この地方切り捨てをさらに拡大させるのか、 TPP 地方を壊滅的な状況にしてしまうのか、その自民党をすべて独占で皆さんの声を全く国会に届かなくなるようにするのか、私はそれでは絶対にいけないと思っています。必ず青森県民の声をしっかりと届けて、青森県を守り未来を創造するという意味での、本当の意味でのこの自民党以外の一議席は必ず守り抜かなければいけないと思っております。平山浩司、全力で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後になります、畑野さん、よろしくお願いします。はい、先ほどからいろいろな方々から政治家の姿勢、選挙の前はこう言って、実際に選挙の後は矛盾があるではないかと、そういうお話がありました。どうしてそうなるか皆さんお考えになったことありますか。選挙の時に皆さん、今回もですけれども、どの候補者の方あるいは政党もどこの団体の推薦をもらうかということばかりに皆さん力を入れる、そして選挙が終わった後にはその団体の主張を守るためばかりに働く、これが政治の在り方になってしまっています。このことが今の政治の腐敗につながり、政治の不信につながっています。政治は誰とやるかではなくて、何をどうやるか、これはみんなの党の政策課題集のアジェンダの冒頭にも書いてあることで、私が本来やりたかった政治の在り方であります。私はこの政治、どうして目の前の一部の支援者のための政治を行わざるを得ない状況になっている、この政治の在り方に疑問を持ちまして、そういうことではなくて、しがらみのない立場でどの団体にの、どの団体の顔色を伺うでもなく、本当の意味で、地域の皆さんと向き合う、そういう政治をしたいと思いまして、みんなの党を青森県に立ち上げました。そして本気の行政改革、国会議員や官僚が自ら身を切るこの改革であったりとか、規制改革による雇用の創出、そうしたあらゆる
やるべき改革、既得権益と戦いながら、やるべき改革に力を注ぎます。これは選挙の時にいろいろな団体に力を借りない分、やるべき改革に力を注げる、そのあり方をしっかりと貫いてですね、そして私、実際に子どもを産み育て、働く女性の目線を生かして、優しい地域に優しい、本当に皆さんと向き合いながら、対話をしながら、政治を、国政にきちんと地域の声を届けていきたいというふうに思っています。どの政党どの候補者にやらせても一緒、そう思っていらっしゃる方、そうではありません。政治のやり方、選挙のやり方を変えればそれは絶対にできることです。そこをぜひ皆さんに理解をしていただきたいというふうに思っております。畑野里奈でした。ありがとうございました。これまでですね、2時間にわたりまして、6つのテーマで、5名の立候補予定者の方にそれぞれのお考えやご意見をご発言していただきました。お忙しい中ですね、ご参加していただきました、この5名の立候補予定者の方にですね、最後皆さんの方が拍手の方をよろしくお願いいたします。それではですね、マイクの方を司会の方に変えさせていただきます。立候補予定者の方すみませんが、もう少しお座りしてお待ちいただければと思います。はい、皆様お疲れ様でした。開催中に、会場設営に不備がございまして大変、失礼いたしました。それでは畑野里奈さん、石田明宏さん、工藤新さん、吉又陽さん、平山浩二さん、コーディネーターの佐藤さん、本当にありがとうございました。2013年参議院議員選挙の投票予定日は7月21日です。また7月5日から期日前投票、各市役所、町村役場にて行われております。棄権することなく、これからの国政を託す人を皆さん一人一人の手で選びましょう。本日はご来場誠にありがとうございました。お帰りの際には本日お渡ししたアンケートにご記入の上、受付係員までお渡しください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。どうぞお忘れ物のないようお足元にお気をつけてお帰りください。